どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ジャルマイラーの方におすすめ auPAY でジャルマイルを貯めようということで、今ね auPAY の方でね、キャンペーンがやっておりますんで、まあ、そちらをね利用していただくと、このペイサービスね、auPAY で、ジャルマイルね、とても貯めやすくなっておりますんで、もしね、ジャルマイルを貯めているっていう方はですね、ちょっと参考にしてみていただけたらなと思います。auPAY のね、毎週10億円もらえるキャンペーンありましたけども、皆さんポイントって利用しましたかね。保有ね、したままにしていらっしゃる方もね、もちろんいらっしゃると思いますし、一応ね、5月にこの au ウォレットポイントはね、ポンタポイントに統合っていう風にもう発表がされておりますので、まあ、そのままの方もいらっしゃると思いますし、まあ、私もね、利用させていただいたんですけども、私はね、50% で au ワウマでしたっけ、50% 増量キャンペーン利用してね、もらったポイントは全部ふるさと納税に使っちゃったんですけども中にはね、今もねポイントを持たれてる方ね、まあ、いらっしゃると思うんですけども、まあね、これね auPAY の話なんですけども、まあ、auPAY って聞くとね、au ユーザーじゃないしっていう方がね、まあ、いらっしゃると思うんですけども、この auPAY っていうのはね、誰でも利用することがねできるんですよね。まあ、この au っていう名前がついてるんでね、au の人しか利用できないように聞こえるんですけども、まあ、これね誰でも利用することができます。で、ジャルマイルね、貯めている方でこのペイサービスね、おすすめとなっております。これ auPAY の基本スペックなんですけども、基本は200円につき1ポイント、0.5% っていう還元率なんですよね。で、これね、200円以上っていうのはね、注意が必要で、これね、199円だと、1円も還元受けられませんので、200円以上の場合だと、まあ、これはね、還元が受けられます。で、auPAY はね、バーコード付き請求書も支払い可能で、還元も対象ということで、ちょっとね、対象のね、会社はね、ちょっと少ないんですけども、まあ一応ね、あるじゃないですか、請求書であるバーコードですけどね、まあそれも、還元率の対象にはなっております。まあ順次拡大中ということでね、まあ今後期待っていう感じですね。で、ここまではね、普通のね、ペイサービスの、まあ普通の還元率でね、0.5% ですからね。ですけども、今ね、キャンペーンをやっておりまして、生活応援キャンペーンっていうのをね、やっておりまして、こちらね、4月の13日から始まってるキャンペーンなんですけども、auPAY、どこでも2倍っていうことですんで、200円につき1ポイントっていうのがね、基本還元率ですけども、200円につき 2ポイント、まあ、もらえるっていうキャンペーンになります。で、ローソンはですね、8倍もらえるんですよね。ですので、ローソンの場合は200円の決済すると、8ポイントがもらえるっていう感じになります。で、どこでも、200円決済で2ポイントで、まあ、1マイルですよね、半分なんで。で、ローソンの場合は、200円につき8ポイントで4マイルが貯まるっていう感じですね。まあ、こちらはもちろんね、ポイントがね、au ウォレットポイントが、まあ、ポンタになった場合の JAL マイル還元率というふうになっております。で、これね、上限がありまして、1AUID あたり1日ね、1000ポイント。1AUID あたり月3000ポイントっていう風になっておりますんで、上限があることだけね、覚えておいてください。で、あとね、au ユーザーの方限定にはなるんですけども、サンタロウの日っていうのはね、この au ユーザーの方にありまして、毎月3日、13、23日では20倍っていうね、キャンペーンもやってます。まあ、こちらもローソンなんですけども、こちらローソンで200円で20ポイントっていう風になりますんで、まあそのままね JAL マイルに交換すると10マイルになりますんで、かなりすごいですよね。で、次にですね、この auPAY っていうのはクレジットカードでチャージして利用するものなんですよね。ですんで auPAY のこのおすすめの、ね、クレジットカードなんですけども、この auPAY で還元を受けられるね、クレジットカードで、これ JAL マイルで考えていくと、セゾンアメックスプラチナカード、こちらはねおすすめという風になってます。もちろんビジネスでもいいんですけども、っていうのもこのね、セゾンアメックスカードっていうのは、このセゾンマイルクラブっていうのにね、加入していると、チャージでもこの JAL マイルがね貯まるんですよね。で、この還元率も 1.125% でね、貯まりますんで、だから auPAY をPAY を
セゾンアメックスプラチナカードでチャージして、利用するとチャージでも貯まって利用でも貯まるっていう感じですね。まあ、両方で貯まるんですよね。で仮に、ね、これ1万円利用すると、チャージで、ね、112.5 マイルが貯まって、利用で、ね、50マイルが貯まりますので、まあ1万円使うと、まあ、162.5 マイルが、ねまあ、貯まるっていうクレジットカードで、1.6% 超えっていう、ね、還元率になります。でこれが、ね、ローソンだった場合、ね、チャージで、112.5 マイル利用でね200マイルっていう風になりますんで 312.5 マイルっていう感じになります。まあかなりね、すごい数字になりますよね。まあ、まあでもローソンでね一度にね1万円使うことはないと思いますけども、まあ結構ね頻繁にコンビニ利用されていて、まあ、ローソンね利用できそうな方はね結構いい還元率になると思いますんで、かなりおすすめなんですよね。でちなみになんですけども、この aupay の場合アメックスのクレジットカードねチャージできるんですけども、 SPG アメックスね結構有名で利用されたいという方もね多いと思うんですけども、残念ながらねこの SPG アメックスはねチャージに対してはおすすめじゃないんですよね。というのもこの SPG アメックスっていうのはチャージに対してポイント半減してしまいますんで、この aupay のねチャージに関しては SPG アメックスはねちょっとおすすめではないっていう感じなんですよね。で最後にですね、一応ねこのキャンペーンね今のところ終了決まってないんですよね。ですので、まあ、今からねクレジットカード発行して、まあ、利用していただいてもね全然いいと思いますんで、このセゾンアメックスプラチナビジネスカードになってしまうんですけども、今現時点ねポイントサイト EC ナビにね案件出ております。で2万3000分のねポイントがもらえますので、まあ、こちら年会費2万円するんですけども、まあ、3000円ねお釣りが戻りますし、まあプライオリティパスとかねそういうのももらえる、無料でねもらえるクレジットカードでもありますんで、まあ、私個人的には、ね、かなりおすすめなんですよね。で細かい特典はねそちらの動画別に出しておりますんで、そちらね見ていただけたらなと思うんですけども、まあちょっとねポイント獲得条件が発行ね翌日だから翌月末までに25万円利用しなきゃいけない案件なんで、まあちょっとねそこはねネックな部分ではあるんですけども、まあ使えそう、もしくはね aupay ガンガン使ってますっていう方はね、まあこれ aupay にね25万円分チャージしてもねまあ別に OK ですねまあそういう達成の仕方もねまあなしではないかなっていう感じですよね。まあ、このセゾンアメックスプラチナビジネスカード自体はね、JAL マイルを貯める、クレジットカードとしてはねかなりおすすめというふうになっておりますので、もしねこれ両方利用するっていう方はね、まあ、こちらのカードの方が、まあ、いいかなっていう感じですね。いかがだったでしょうか。今回は、JAL マイルおすすめの aupay のねキャンペーン、解説させていただきました。特にねローソンをよく利用されている人はですねこのキャンペーンすごいおすすめなんでね、積極的に狙っていただけたらなと思います。それではね今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。